あ、あれ？ぬ、どうした、ゆず？あの車、様子がおかしくないですか？確かに。スピードかなり出てるわね。怖いから横断歩道をすぐに渡っちゃいましょう。うい。赤信号なのに止まらない？こっちに突っ込んでくる！二人とも逃げて！ノン、ミナミを置いて逃げることなんてできねえ。そうですよ、ぐぬぬぬぬぬ。いいから逃げて、私のことはいいから。ちょうどタイミングよく私をはめたあのガキ二人もいるわね。三人まとめて地獄に送ってあげる。これで邪魔者はいなくなって私は亮と結婚できる。私の幸せのために死になさい、うりゃー。やった、引いてやったわ。これで私は亮と結婚できる。もう嫌だ、あんな言葉を聞くのはもううんざり。でも出ないと直接会いに来るし、出るしかないか。もしもし。私が電話をしたらワンコール以内で出なさいって何度も言ってるでしょ。立てないあんたでもそれぐらいはできるんだからちゃんとやりなさいよ。ごめんなさい。何に謝ってるの？すぐに出れなかったこと。それだけじゃないわよ。あんたは生まれてきたことを謝りなさい。世の中のお荷物なんだから。はい。それより何度も言うけど、障害者のあんたは絶対に私たちの結婚式に来るんじゃないわよ。返事！はい、分かってます。でもお兄ちゃんには必ず結婚式に来てくれって言われてて。ああ、確かに亮はそんなこと言ってるみたいね。親族ですし、断る理由が思いつかないんです。ならもう一度、車に轢かれればいいじゃない。え？何？足だけじゃなく耳まで使い物にならなくなったわけ？違います、聞こえてはいますけど。もう一度車に轢かれればいいって、そのまんまの意味よ。どうせ今もどうしようもない体だし、何回轢かれても一緒でしょ。さっさと轢かれて結婚式に行けないって亮に言いなさい。返事！はい。よかったわ、これで私が恥をかかなくて済む。親族に障害者がいるって周りに知られたら大恥をかえちゃうからね。じゃあ轢かれたって報告楽しみに待ってるから。はあ。私は南、23歳。幼い頃に交通事故に遭い、ずっと車椅子生活をしている。そんな私にはお兄ちゃんがいて、今度結婚式を挙げる。今電話をかけてきたのはそのお兄ちゃんの婚約者のサキさん。こんな風に毎日のように電話をかけてきて、結婚式に出るなと言ってくるんだ。そして数日後、この間も毎日のようにまだ轢かれないのかと電話がかかってきていた。そして明日は結婚式だから今日は特に電話が多い。もうノイローゼになりそうだ。ああ、また鳴ってる。もう出たくない。なら下桃が代わりに出てやろうか。え？あ、お姉ちゃん、さすがに代わりに出るのはまずいです。それな。って言いながら出てるじゃないですか。ちょっと。うん、言いたいだけ言って切れた。なるほど、結婚式に来るな、轢かれろって兄ちゃんの婚約者から言われてんだな。そんなひどいこと言われてるんですか？うん、そうなの。それならお兄ちゃんに助けてもらえばいいじゃないですか。私も困った時はお姉ちゃんに助けてもらってますもん。もちろん助けは求めたわ。でもお兄ちゃんってことがあって。サキがそんなことを、サキがそんなことを言うとは思えないけど、でもミナミがそんな嘘を言うわけないもんな。ちょっとサキに聞いてみるよ。さっき聞いてたのか？
私そんなこと言わないよ。みなみちゃんに絶対にそんなこと言わない。だってみなみちゃんは私の義理の妹になる大切な子だもん。さきさん、みなみちゃん、気持ちはわかるわ。みなみちゃん、お兄ちゃんのことを大好きだもんね。そのお兄ちゃんが赤の他人に取られるんだもん。でも安心して、私はリョウを独り占めしようとしたりしないから。だから仲良くしよう。そんな風に言われてると私悲しくなっちゃう。さき、とりあえず落ち着いてよね。この話をお兄ちゃんにするとこうやって大号泣して、お兄ちゃんも誰を信じればいいかわからなくなってるの。あってごめんね、こんな話しちゃって。嘘泣きでごまかしてるんですね。なかなか手ごわそうな相手です。乗りかかった船ですし力になりたいんですが。優しいんだね。今知り合ったばかりなのにそんな風に言ってくれるなんて。でもその気持ちだけで嬉しいよ。私がどうにかしなきゃいけない問題だから。スモモがどうにかしてやるよ。え？兄ちゃんの携帯何色ますか？色？あ、赤だけど。ならちょうどいい。スモモたちが赤べこごっこしようと思ってちょうど赤いペンキ持ってる。赤べこごっこのために持ってきてたんですか、赤いペンキ。うい、ママが赤さん産んだからな。なるほど。赤べこは子供の誕生を祝い、魔除けの赤に、背中にイゲタ、腹に巴の日本の家紋を入れた張り子の牛の民芸品。私たちで体を張って妹の誕生を祝おうとしてたってわけですね。まあそんなところ。あ、自己紹介忘れてた。スモモはスモモモモのうち。私は神楽ゆずです。私はミナミ。ってことでミナミの兄ちゃんの家に行くまし。冗談だよね。冗談を言うほどスモモは暇じゃねえ。ちゃちゃっと済ませます。ミナミさん、お姉ちゃんに任せておけば安心ですよ。さあ、お兄さんのお家に行きましょう。いや、私は何度も断ったけど、スモモちゃんから迫られるし、またサキさんから電話がかかってきたのもあって、ダメ元でお兄ちゃんの家に案内することに。まあ、きっとどうにもならないとは思うけど。お兄ちゃん、ごめんね、突然押しかけて。大丈夫だけど、急にどうしたんだ？そしてその子たちは？スモモたちのことは気にするなください。はい、ミナミさんとミナミさんのお兄さんはそこでお話ししてくれれば大丈夫です。ほう。ミナミ、あれ頼むます。うん、あれとはお兄ちゃんと話して、お兄ちゃんの気がスモモちゃんとユズちゃんに向かないようにすること。一体二人とも何をするつもりだろう。もう言います。任務完了しました。あ、うん。じゃあ帰るぞ。お邪魔してやりました。お姉ちゃん、お邪魔しましたですよ。あ、ちょっと。あ、お兄ちゃんごめん、またね。あ、うん。一体何だったんだ。あ、そうだ、明日の結婚式よろしくな。あのスモモちゃん、ユズちゃん、一体あなたたち何をしたの？今にわかるまし。ああ、あれ、スモモちゃん、ユズちゃん、顔から血が出てるわよ。どうしたの？お兄ちゃんの家で怪我しちゃったの？ノン、これはペンキ。はい、怪我じゃないので安心してください。あれ、お兄ちゃんの家に行く前にペンキなんてついてたっけ？あれ、電話？え、私から電話？どういうこと？出ろください。はい、出てみてください。うん、もしもし。ミナミ、本当にごめんな。その声はお兄ちゃん？うん、そうだよ。どうして私からの電話にお兄ちゃんが？で、あれ、私が持ってるのお兄ちゃんの電話？うい、スモモたちが入れ替えた。どうしてそんなことを？とりあえずうちに来てくれないか？さっきからも謝らせるから。
え？よし、お兄さんの家に戻りましょう。そして私たちがお兄ちゃんの家に戻ると、ごめんなさい、両方、許して、許して。サキさん。サキ、謝るのは俺にじゃなくてミナミにだろ。ごめんなさい、ミナミさん。どうしたんですか？スモモたち、ミナミのスマホを赤くした。それでミナミさんの携帯とお兄さんの携帯を入れ替えたんですよ。あ、だから顔にペンキがついてたんだ。って、もしかしてお兄ちゃんがサキさんからの電話に出たってこと？ああ、そういうことだよ。さっき。何だったんだろうな。お、サキから電話。うわ、100件も電話が来てる。何かあったのか？やっと出たわね、この障害者。もう結婚式の前日よ。いつになったら車に轢かれるわけ？このまま結婚式に出たら承知しないんだからね。ちょっと聞いてるの、あんた。ああ、聞いてるよ。え、その声はリョウ？どういうことか説明してくれる？違うのよ、これは違うの、誤解があるのよ。ってことがあったんだ。なるほど、そっか。お兄ちゃんが私の電話に出れば私の言ってることが本当だったってわかるもんね。すごいよ、スモモちゃん、ユズちゃん。え、へん。リョウ、私とっても反省してる。本当に反省してるの。だから明日の結婚式中止とか言わないで、お願い。今の状態でサキと結婚しようとは思えない。悪いけど結婚式は中止だし、結婚も延期させてもらう。そんな、嫌だ、そんなの嫌だ。こうしてお兄ちゃんとサキさんの結婚はなくなり、二人の結婚式は中止となった。サキさんずっと泣きじゃくってたけど、今回のは本当の涙だろうな。それからお兄ちゃんが何度も私に謝ってきてくれた。サキさんも謝ってきてたけど、それが心からの謝罪とは思えないな。許せない、あいつ。私の結婚式を台無しにしやがって、障害者のくせに。あいつが憎い。あいつさえいなければ、どうして惹かれなかったのよ。惹かれてあの世に行ってればこんなことにならなかったのに。あ、そうだ、そうよね。最初からそうすればよかったのよね。待ってなさい、みなみちゃん、あなたにも地獄を味わわせてやる。本当にありがとうね、すももちゃん、ゆずちゃん。あなたたちのおかげでさきさんから解放された。おやすいごよ、赤べこごっこのついでだしな。お姉ちゃんの謙虚なところも素晴らしいです。あ、そうだ、何かお礼をしたいんだけど。あ、それなら手伝ってほしいことがあるまい。ぜひぜひ、何でも手伝わせて。あ、本当に手伝ってくれるんですか？もちろん。やったな、ユズ。はい。で、何をすればいいの？とりあえずうちに来いください。え、スモモちゃん家に？うい、車椅子を押して案内する。うん、私も押します。あ、あれ？ぬ、どうした、ユズ？あの車、様子がおかしくないですか？確かに。スピードかなり出てるわね。怖いから横断歩道すぐに渡っちゃいましょう。うい。赤信号なのに止まらない。こっちに突っ込んでくる。二人とも逃げて。ノン、ミナミを置いて逃げることなんてできねえ。そうですよ、なあ、いいから逃げて。私のことはいいから。ちょうどタイミングよく私をはめたあのガキ二人もいるわね。三人まとめて地獄に送ってあげる。これで邪魔者はいなくなって、私はリョウと結婚できる。私の幸せのために死になさい、ウリョウ。やった、引いてやったわ。これで邪魔者がいなくなって私はリョウと結婚できる。
人を引くようなやつと誰も結婚しねえだろう。私もそう思います。どうしてあんたら引いたはず。もしかして南ちゃんしか引けなかったってこと。まあそれでもいいわ。一番の邪魔者が消えたんだもの。南もそこにいるまし。どうして生きてるのよ。おかしいでしょ。この量の血が出たのに。そんなのありえない。もう一度引いてやる。とりゃあ、目の前が赤い。何が起こってるの。スモモが魔法を使った。お前はもう赤の世界から出られねえ。いやだ、誰か助けて。ついでだから体も赤くしとくか。はい。ぬり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 。助けて。フロントガラスについちまったペンキ、もったいねえな。私はあの時間一髪スモモちゃんたちに助けてもらったんだ。そして私たちはすぐに通報した。待たせたわね。どこにいるの。あなたたちを引こうとした犯人は。鬼。鬼？赤鬼がいます、マキさん。いや、これ人でしょ。鬼ですって。絶対に鬼ですよ。こいつが犯人。おまわりさんたち捕まえてください。別に鬼なんて怖くないんだからね。鬼は外。バン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 。嘘でしょ。嘘。すごい、令和の節分は拳銃でやるんですね。ユズ、冷静になれください。令和になっても節分は豆投げる。そもそも節分じゃねえし。サトルのやつ、お化けとか怖いものを見ると我を忘れるのよね。サトル、拳銃はやりすぎよ。せめてこれにしときなさい。よかった、豆ならまだ。あれ豆か。豆のように見えますけど。鬼は外。どうして。豆を投げられただけなのに。わかりました。私わかりましたよ。きっと豆が当たると鬼は熱を感じてしまうんです。だから昔から豆を投げるんですよ。そもそもあいつは鬼じゃねえ。見ろください、豆が落ちたところの雑草が溶けてる。多分あれ熱くなった鉛玉。すごい大正解よ、スモモちゃん。なかなか見どころがあるわね。そう、悟りに渡したのは高熱に熱した鉛玉。拳銃はやりすぎだけど、それぐらいはいいでしょ。だってあれは鬼だし人権はないじゃない。やったから鬼じゃない。そしてどうしてそんな熱い鉛玉をあのおまわりさんは素手で投げてるの。きっと恐怖のあまり熱さを感じなくなってる。鬼は外へ。その後3時間ほど豆じゃなくて鉛玉をおまわりさんに投げ続けられたサキさんは気を失って倒れ、警察に連れて行かれた。サトル、本当に鬼じゃなかったみたいよ。そうだったんですか。総一郎さんにバレたらまずいわ。どうにかしないと。そうですね。は、いいこと思いついた。おい、マキ、サトル、お前らが犯罪者に過剰な攻撃をしたと通報があった。それは本当か。いえ、違います。はい、総一郎さん、僕たちは人じゃなくて鬼に攻撃したんです。ほら見てください、鬼です。人だろうに。本当に違うんですよ。こすっても赤色は取れませんし、この通り全力で引っ張っても角が取れないんです。別に取れないペンキで塗り直して、取れない接着剤で角をつけたわけじゃないんだからね。そんなんでごまかせるわけないだろう、愚か者ども。始末書千枚だ。こうしてサキさんは一生鬼の格好で過ごすことになったそう。
これから節分では大人気だろうな。お兄ちゃんはもちろんこの件を知って大激怒。二度と関わらないとサキさんを突き放した。それが相当ショックだったようで、サキさんは今刑務所で泣き続けているそう。りょう、私はあなたのことが好きなのに。やだやだ、りょうともう会えないなんて。刑務所では今泣いた赤鬼が捕らわれてると話題になっているそうだ。本当にありがとうね、スモモちゃん、ユザちゃん。サキさんとの問題を解決してくれるだけじゃなく、命まで救ってもらうなんて。二人は私の大恩人だよ。あ、そうだ、この前言ってた手伝ってほしいことって何？それは…よろしくお願いします。あ、いや、でもそれはお母さんに怒られるんじゃ。大丈夫、マシ、うちのママそういうの寛容だから。はい、きっと許してくれます。でも大恩人の頼みを断るマシか。あ、わかったよ、やる、やるよ。本当に大丈夫かな。あー、よしよし、イチゴ泣かないで。お帰りください。ただいまです。スモモ、ただいまでしょ。ほら、お姉ちゃん二人が帰ってきたから泣きやんで。はにゃー、さっきより泣き声が大きくなってる。というか、スモモとユズを見て怯えてる。姉ちゃんたちを見て泣くなんて失礼なやつだな。でも南さんに頼んでよかったですね。やっぱり自分たちで塗るよりムラがないです。うい、これからも南に頼もうぜ。そうですね。あんたら、その格好は何なのよ。赤べこまし、どうかしましたか。どうかしたじゃないわよ。何普通に赤べことか言ってるの。二人ともお説教です。もう、あれれれれ、二人とも怒られてないかな。あ、いや、きっと怒られてるよね。こうして愉快な姉妹のおかげで、私は今幸せに生きることができている。今度二人のもとへ本物の赤べこを持って行って、二人の妹のお祝いをしようっと。そして二人がどんな風に私のことを救ってくれたか、お母さんにも話さないと。それで少しはお母さんの怒りが収まるといいけど。ママも赤べこみたいだな。あ、本当ですね、真っ赤です。あんたたちのせいよ。